せーの、こんにちは、ベンチャンネルのしのです。あたちです。今日シーンで買ったものを紹介していきたいと思います。前に私が、スマホを落としてしまった動画が多分上がってると思うんですけど、お気に入りのバッグが穴が開いてしまい、シーンで新しいバッグを買ってもらいました。あとダンスの時に使ってるバッグが何だったっけ、それもまた付録だと思うんですけど、この背負う部分のここがビリビリビリって突然壊れてしまって、今は実は安全ピンで留めて今使っています。ちょっと恥ずかしいところなんですけど、なのでバッグしょる時はこんな感じでちょっと今使ってるんですけど、さすがにそろそろ新しいの買った方がいいよね。まあ、絶対買った方がいいんですけど、こういうことが起きたら、まあ、あとちょっと恥ずかしいのでママにお願いして買ってもらいました。他にもちょっと欲しいものがあったので、こちらも一緒に紹介してみたいと思います。ではまずはちょっと奥に詰まってた大きいのを取りました。一番最初にじゃじゃん、大きなバッグです。これがダンスのバッグですね。あ、なんかポンポンみたいなのもついてる。ちょっと開けちゃいます。早速で、今回買ったのがこちらのリュックなんですけど、よく見るとポッケのところにボンボンが入ってて、チェーンがこうあるんですけど、なんとそのボンボン別袋に入ってました。で、出してみるとつながってるかと思ったら、こんな感じでつながってないんですよ。ただのボンボンがいっぱい入ってて、この透明のところに入れてもいいし、まあ入れないでね、自分の推しのキャラクターを入れようかなと思います。まあ私の場合はハチウルちゃんかな。ということで、なんとまさかのボンボンもついてきてました。まあまあ気が向いたらね、入れよっかな。でもね、チェーンはつけたいと思います。こんな感じでつけてみました。かわいい磁石みたいになってるボタンですね。で、その横はここの真ん中をつまんで開けるタイプのですね。じゃん。そして開けられる。こっちもちゃんと中入ります。ちょっと深めのポケットになってます。で、ここの真ん中にもポケットがあります。で、ここをビッて開けると、お、結構深い。こんな感じ、中が混んで深めのポケットです。で、ここにはキーホルダーが付けられるタグが付いてます。で、こちらのリュックですが、色の方がこれはブルー&ホワイトです。他にマルチカラーとブラック&ホワイトっていうのがありました。ちょっと色が変わる感じですね。で、じゃじゃん、こちらにジュースとかドリンクをここに水筒とかをブスッと刺してあられる場所ですが、両端にあります。では麺に開けます。じゃじゃん、お、すごい。中身のここはビニール素材でこの色です。ここにもね、結構大きめのポケットがあります。中にも2個ここにポケットがあります。結構小物とか入れやすいバッグですね。ということで、これをね、ダンスのリュックとして使っていきたいなと思います。今回買った値段が1168円でした。で、次のバッグがこちらです。じゃじゃん、これはハートのバッグの白を選びました。なんかちょっとおしゃれな可愛いバッグを欲しかったので、こちらを選びました。これ本当に可愛いハート型。いつもは斜め掛けバッグしか持ってなかったので、こういう手で持ってる感じのバッグを選んできました。これはちなみにお値段が801円でした。白だといろんな洋服にも合わせられそうなので、こちらの白いハート型のバッグにしました。シノの好きなやつ見つけ、中はこんな感じの茶色です。シンプルな何もない感じですね。そして斜め掛けバッグにできる紐が入ってます。ということで、ハートのバッグでした。そして次はこちらのバッグです。ちょっとね、大人っぽいバッグが欲しくて、この黒にしました。で、もともとサイがこの白番っていうのかな、それを持ってて、あ、これ同じかなって言って、だけど同じにすると怒られちゃうので、ちょっと黒色にしてみました。で、今ちょっと持ってきてみたら、じゃじゃん、ちょっと形が違いました。ちょっとここのデザインが違いますね。あと、ここのベルトの部分も、私はなんかキラキラしてるんですけど、サイはなんかこの同じ寝室みたいな感じのもちもち系でした。そしてこれがクーポンを使ったお値段で725円でした。なんかね、こんなに可愛いのにお安いので、とてもおすすめです。で、中を開けてみるとこんな感じです。
スマホとお財布を入れることができそうです。これでちょっとお出かけしていきたいなと思います。バッグは以上3つでした。そして次はじゃん、ネイルチップを5個も買ってもらいました。あとね、シャナが一番お気に入りというか、これずっと欲しかったの、こちらめっちゃ可愛くないハート。これはプクッとしたハートが ついてるやつです。これは色合いが可愛いなと思って買ってもらいました。これも色が可愛くて買ってもらいました。これは小さな蝶々がついてて可愛いと思って買ってもらいました。お出かけとか撮影の時にちょっとつけたいなと思ってます。そして次はこちらです。ビーズアームチャームです。これはさっきのリュックにつけたら可愛いなと思ったので買ってもらいました。お花がついていてめちゃめちゃ可愛いです。ほら、はい、こんな感じです。こちらお値段が148円でした。じゃあちょっとリュックつけてみますね。じゃあこんな感じです。なんかワンポイントで可愛くないですか。こういう大きめのチャームが可愛いと思ったので今年ちょっと流行らせていきたいと思います。もしかしたらこのハートのバッグにつけても可愛いかも。こんな感じでハートのバッグにつけてもワンポイントでめっちゃ可愛いです。ということで今日はあの新しいバッグを買ってもらいました。これでもうめちゃくちゃ頑張りたいと思います。あとこれもつけてちょっとねショッピングモールに行ったり原宿に行ったりおしゃれしていきたいと思います。 TikTok、インスタ、LINE ブームもやっているのでそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。